ダム公園に移動している最中ですが、ちょっと喉乾いたのでここで、中にマックがあるのでアイスコーヒー購入してきます。で、前回紹介したこのウランジさんのこの POV する、このプレート取り付けてきたので、ここにねカメラ GoPro Hero 9設置して撮影続けます。アイスコーヒーの S、 それで、あ、ブラックでいいです。ポイント払いで、マックでアイスコーヒー購入してきました。いや、 やっぱりね、この両手が使えるのが非常に便利。それではアイスコーヒーいただきます。ああ、うまい。いつものダム公園に到着しました。先日来た時はもうちょうどね雨降ってて、あんまり外で撮影できなかったんですが、今日はね天気大丈夫です。で、初めてこの GoPro Hero 9を使ってタイムワープ撮影してみました。車載タイムワープを撮影してみました。で、即席でね、これ、まあ家にあったパーツをいろいろ組み合わせて、まあこれも、前回、紹介したウランジさんの、パーツになるんですが、このパーツとあと GoPro の、GoPro 関係のパーツ組み合わせて車載設置できるようにしてみました。で、今撮影しているこの GoPro Hero 9のちょうど GoPro マウントの下側にも、この、アダプターのプレートを取り付けして、で、簡単にね、脱着できるようにしています。で、脱着した後、外した後、このバックの、これ、ここにガチャッと差し込めば、あの POV も簡単に、設置できるようになるので、この組み合わせ方もね、非常におすすめじゃないですかね。結構あの GoPro マウントだけで取り付けすると、このあたりの運用やりにくかったりするんですよね。うまくなんか、一回かこうパーツ変換したりとかしなきゃダメなんですが、このパーツだとね、共通パーツなので簡単に取り外し取り付けできるので、かなり使いやすくなるかと思います。今日は若干風がありますね。今これ手持ちで歩いてるんですが、ここからは、この、ウランジさんのこの POV のこのプレートに取り付けして撮影していきます。ガチャッと、はい、装着完了しました。これ今 POV で両手フリー状態です。おお、テント張ってますね。見えるかな。結構下からの吹き上げの風がすごい。そういえばこのね、GoPro Hero 9から、どうもあの、ウィンドウキャンセル、あの、風切り音の、キャンセルっていうのがすごく良くなったという話を聞いたので、ちょっと試してみようかと思います。で、前回の動画までは、ステレオ、だからウィンドウキャンセルをオフにして、で、ステレオで音を取ってたんですけど、今日は、ウィンドウのキャンセルオンにしています。だからモノラルになるのかな？今ね、まあまあ風吹いてるんですけど、どうだろう。編集するのが楽しみだな。ああ、でも気持ちいいな。ほんとね、そろそろソロキャンプに行きたい。というかね、どっか出かけたい。今週土日もまた競技場お手伝いなんですよね。ほんと、一体いつ休み取れるんだろう。これから場所を少し移動して、このダムの一番奥側、奥側に芝生の広場があるので、広場の方に移動します。まあ移動は車になります。ああ、まあまあ風吹いてるな。芝生の広場まで移動してきました。平日の昼間ですが、1、2、3。おー、テント張ってキャンプやってますね。羨ましいな。
今週はちょっと無理なんで、来週平日の仕事ちょっと早めに終えて夕方ぐらいからソロキャンプやって、で翌日の朝早朝に速攻で撤収して帰る。これだったらできそうだな。来週ほんと来ようかな。まあ、有名になったからかどうかわかんないんですが、ここキャンプ場じゃないんですけど、キャンプ OK な場所なんですね。で週末のもうこの時期だと、もうテント張れないぐらい人がいっぱいになるので、やっぱりちょっと平日じゃないと無理かな。ほんとちょっと来週考えよう。今までこう運転しながら車載動画撮るということ自体がなかったんですけど、まあ、顔出しするようになってね、こういう撮り方もできるようになりました。で GoPro Hero 9からこのフロント側にやっぱり液晶がついてね、この辺りの画角確認できるっていうのは非常に便利になりましたね。で今日はこんなところですかね。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。